皆さんこんにちは。こんにちは。今日の降臨、夢の国を飲み込む宇宙クジラ。クジラだ。ゼペットさん。ゼペット？うん、あのそうクジラの中にね、うんうんうん、あの入っちゃいましたからね。あのピノキオ、キノピオ。ピノキオ。どっちでしたっけ？ピノキオ。ピノキオ。いつもね間違えちゃうんですよ。行きましょうか。うん、今日暑い暑いと思って、はい、T シャツになってたら、はい、なんかみんな同じことを考えてるとか。はい、エアコンが効いているではありませんか。そうですね、少し肌寒いです。やっちゃいましたね。朝ちょっと暑かった気がしたんですが、うん、おかしい。そうですね、ちょっと寒さも和らいできたんですかね。何かがおかしい。いや明日寒い、今日は暖かい。明日寒い、今日が暖かいだっけ。そうですか、行きましょう。週間天気は、ごめんなさい、下調べをしておりません。アンチワープです。ワープだらけらしい。ワープだらけ。アンチワープ何もできんらしいよ。イザナミはで、レーザーバリアだらけらしい。レーザーバリアとアンチワープとゾンビ。レーザーバリア誰だ。あ、だからあれ、黄色のなんだっけ、フェンリル。フェンリル大活躍だよ。大活躍。こいつ他にも取り揃えてるよ、各種アンチワープ。うん、でもね、ほとんどレーザーなんですよね、X。そっか、うん、じゃあフェンリルかな。こいつは吉野さん。おお、いいじゃないですか。でもな、フェンリルの方がねステータス基本的に高いからね、こう、まあ、そんな変わんないか。ね、あ、増える。吉野さんでいいじゃん。吉野さん。どっちでも。どうしようかな。任せ。私はもう選択肢あんまなかったんで。じゃあ吉野さんでいこうかな。ちょっとフェンリル多いからな。ローレライで。じゃあこいつ連れて行きます。なんかおのずとホストマン見るとみたいな雰囲気。立てます。あざす。お願いします。すいません、フォーミングの参加。アンチワープゼペット。このゼペットさんがあれですよ、取れたら、うん、あいつが神化できますよね。誰。カバレッタさん。おお。あ、昨日の人、うん、昨日のっていうか昨日のじゃない。まあまあ昨日、はい。我々あのすでにあのそうそう、ママ母と、うん、アヒルとロバはまだ取ってないですけど。そうそう。あ、もうそれでいけちゃいます。ゼペットさん2体取れればいけちゃいます。へえ。だからこの挑戦で2体落ちればいいんですよ。やってしまいたい。欲しいです。2体落ちればいいんです。おお、ね、なのでなのです。あ、私たちしてるね。はい。あ、2体だ。2体。ローレ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 。いきます。けーファイ。マンマハーハみたいな感じだな。マンマハーハ。ローレ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 。マンマハーハ。マンマハーハ。ムキー。ローレローレ。ライライ。今日は頑張る。ホーミングだっけ。アンチ重力。あれ、これ極み究極どっち入ったかな。やべ、見てなかった。やべ、私究極入っちゃったかもしれない。やってもうた。もし究極なら究極だ。よっしゃー、行こうぜ。HP7 万はちょっと。いやでもギリ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 7万は辛いな。おお、すごいね、ワープ。1体であんなに出してくるとかもね。これは漂う究極反射レーザーとか十字レーザーのやつを倒した方がいいかな。ナイス。ウェイウェイ。おお、上のも倒した。ローレローレ。嘘。ローレローレ。貫通ホーミングローレライ、うん、クジラが今だ潮を吹いた。やってましたね。宇宙クジラなんじゃないの。おーい、おい、乗ってる。乗っていきましょう。うい、すげえな、あいつ一人で頑張ってあんないっぱい出して、ね、大変だ。長くも入ってる。あー、たどり着かねえ。そこまで行けよ。そうか、これちょっとローレライ2体当て余すとかな。重力バリア復活させられちゃった。無視すりゃいいじゃん。無視。確か、まあ全員ね、全員本命だ。無視じゃなくてクジラすればいい。なんでもないです。あ、なるほど。よくわかんない。あ、こう、見返してました。あ、ちょっと拾わなくて。そっか、あそこは拾わないんだな。わざとらしいやつ。おお、すごい。ホーミングすごい。ホーミング
だけで50万すごいですね。いいな、貫通ホーミング、やっぱ強いよ。めっちゃ強い、強いよ。あのスイカがどことなくあの犬と同系統というか。そうですね、あの棒存在感のあるスイカ、棒ワンちゃんと同じ感じで。あらあらあら、ホーミング祭り、ホーミング祭り、あらあら、大ホーミング時代って誰かが思った。大ホーミング時代はね、やっぱ終わらないですね。終わらない、割と続いてますよね、うん、拡散弾の時代がいつ来る、あ、来なかった。え、拡散弾は貫通拡散弾になってね、より輝く、反射拡散弾、反射もね、反射がなんかさ、1回しか反射しないから、何回か反射しない、使い難しいんだよね、うん、反射貫通、強行貫通弾、重力マリア痛い、痛いですね、うん、全員ダメですよね、これ。そう、全員ダメ。どっか、うぅ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 、おい、どこ、どうなんだろう。あ、やっべ、なにこれ、なにこれ、あ、うぅ、でか、ダメージでか、やべ、ローレの方がいいかな、ローレ、ローレル。でもな、ここにいる時点で身動き取れないよ、うちのローレ。そうっすね、きつっ、おぉ、2つ貼るのは嫌です。これはそうね、そうね、これでやられたら私ちょっと貼る気がする。何、雑魚戦として、ああ、圧力バリアですし、雑魚戦として、はぁ、強っ、はぁ、やべ、ハートを取るか、取れるかな、取れる取れる、なんか引っかかりそうな気もね、上からか、レーザーに使ってるよ、よっ、よし、ナイス、おぉ、ナイス、ナイス、ニャイス、あっ、まだ助かる、よし、これ大変やな、大変ですね、地味にあのカバレッタさんでしたっけ、あれ我々地味に初見濃厚したのか、できたんですかね、そうかだ、あー、おぉ、ナイス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 、毒はせんなの、このタイミングで復活させんなよ、うわ強っ。あ、張ってきた、ローレないか、しょうがないな、許せ、しょうがないです、許せ、倒せー、うおー、51万、え、すげえ、え、マイターンストライキショット打ってるってもしか、ゲイボルグ、もしかしてこの、ゲイボルグパーティー、グーグルでね、もしかしてゲイボルグサジェストが出る、やっべ、クジラが進化して、クジラなんかヤバくなってますね、強そう、ジャガイモついてる、ジャガイモ、ジャガイモじゃねえよ、ジャガイモだ、おっと、来たか、ギジゲイボルグしてやろうか、え、ギジ、いや、それ貫通しないとゲイボルグって言わねえよ、ダメですか、ダメ、貫通でかつスピードがアップがゲーム力だから、あ、そうですか、やばいな、これやばいっす、さすがにちょっと HP、 お、じゃあ次外れた、スピードアップがあそこにあった、やばいな、これやばい、なんか次いっぱい攻撃しますけど、あ、もうぜひギジゲイボルグの力を、ゲイボルグって言ってみる、やばい、なになに、なになに、おお、 あの、あ、全員かわした、何あの波動砲みたいなやつですね、あれ多分固定ですよね、もう、うん、あれ食らったらきっと死んでたんじゃないの、我々、かもしれないですね、確実に死んでた、確実に、お、いけー、ギジゲイボルグ、ギジゲイボルグ、やばい、マフィリトンのローレライか、あ、そっち、オッケー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 、よかった、これは助かってる、よし、ギジゲイボルグしちゃいましょうか、いけ、普通にギジゲイボルグでいいですか、え、そっち、オッケー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 、いい、いいよ、あとハートも出ないかなとか願ったりしている、ゲイボルグ、おいおい、ゲイボルグできてなかった、おい、ちょっと、しかし大丈夫です、弱点過ぎたことは忘れましょう、ハート出ろ、青い光が出ている、ハート出します、それともこの人も出しちゃう、どうしましょうか、こいつって攻撃何でしたっけ、あのバババババみたいなやつ、バババババと左上は多分フレームか、あー、フレームか、的なやつ、あれ割と
食らいませんなんか。そこ二人大丈夫ですか。ねえ、倒すか。いっちゃえ。よし。ゲイ。でかした。次。いや座り直した。おう。次は？うん。なんかパーツが分散してるな。え、あれってさ、またさ、さっきのさ、ワンウェイレーザーみたいに左方向に出るのかな。そうですね。へえ。まあ、そこにさ、あ、下に今あんのか。下の左？右？あ、なんだ。右かな。どうなんでしょうね。右ですよね、多分ね。私当たるかな。当たんねえやな。私当たりそうだな。わからん。どれだよ。ゲイボルグ、コーミングゲイボルグ。おお、うまい。おお、ナイスナイスナイス。これは間違いなくゲイボルグ。行っちゃったな。あ、それぞれ爆発。ビームではない。これは良かった、うん、あ、くそ、この重力バリアのやつ邪魔。いや、邪魔する。他の皆さんはどこにいらっしゃるの。下下下か。この2体で勘弁。そこ持ってる。あ、でもなんか、でもいい場所いった、いい場所。いいんじゃない、当たんなさそうだよ、なんかレーザー。大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。あ、エナジーサーコー。よくわからん攻撃をしてるな。ですね。エナジーサーコー。エナジーサーコー。マイコーみたいに言っちゃった。これは、いいぞ、いいぞ、1メートル。お、ナイス、ナイス、ナイス。強い。強い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 。51番あいつ。ロレライどっちも出しときゃ OK ね。ロレライゲームもしかして。ロレライゲーム。ロレライゲーム。ロレ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 。 HP そんな高くないですかね今のところ。ただね、一つ僕怖いことがあって、今これ究極だと思ってるじゃないですか。極みだったら、ね、極みだったらどうします。極みでさっき一回行ったんですよ。そしたら重力バリアが出てこなかったんですよ。あ、本当、うん、そっか。ローレ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 ローオッケー。ここ超見えた。ツーローレル。その二人やばいよ、その二人。いや、怖いっすね、なんかね。よくない場所に。あ、ホーミングが飛んでくんのか。あ、ここカンカンできるか。あと2ゲージ、そろそろストライクショットも考えましょう。おー、来た。おお。マグロ乗ってるな。こいつ何、こいつ何、なんだっけ。すごいのしてたな、こいつ。あれ、なんか、カンカンできたのにいまいちよくない。だね、なんでだろう。何や、なんだなんだ。なんでだ。あのレーザーって8かな。ですかね。多分8だよ。と踏みましょうか。ロレロレロレ。おロレじゃあ。おー、来た来た。おー。あ、ザコを倒す。やばいよ。二人やばい。あーあ。なに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 。え、私のローレライにも当たったんだけど。当たりましたね。左上。斜めに出ましたね。当たってましたね。ただこの程度でなかった。うん、そうですね。ハートを取ります。あれちょっと我慢します。左下の位置が何か。ね、16000。離れつつでいいんじゃない？もう一旦我慢で。一旦我慢。取っちゃったら取っちゃったらいいんじゃない？はい。そうしましょう。みんなをこうローレしながら。ローレしながら。ダメー！ちょっと耐えてもだ。ああ復活だ。復活か。しかし育たなかった。そして取れるのかしら。そうだ、私が動かなかったから。すまん。あ、貫通になれば取れる。どうします？取っ取った方がいいよね。取ろうか、取ろうか。絶対取った方がいいですよね。111がこんなにたくさん。すいません、本当に。オッケー。というわけでストライクショットを使っております。あわよくば、あわよくば、あわよくばローレする。ローレ、あわよくばローレ。もう一度2ローレしたい。もう一度2ローレ。もう1ローレ、もう1ローレ、もう1ローレ。ダメか、この回復量がすごい。キャー、耐えた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 。取らなかったら死んでいた。ハートコネやばいっすね。もう直接カンカンでできるようにしたもん。いやいや、ツーローレ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 。今日うるせえ。耐えろ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 。耐えた。来た。しかも一つ大きいハート、うん、ハートロール。ナイスローレ。ごめん。助かった助かった助かった。誰も食らわなかった。よし来た。SS を打つべきだったかと打った瞬間に思い
そうですここはストライクショットではなかったかと私思いました、打った瞬間に。でも結果大変申し訳ございません、結果セーフです。さあこの後ローレ祭り開催、うん、春のサンデー祭り、ホーミング九州がいる、その人感化してください、倒しましょう。来た、ローレ無効化されちゃう、ナイス、しかし完璧で私のグッズを作って、 ありがとうございます。まあ、どっかで復活されますよね、多分ローレ祭りしましょう、ローレ祭り開催、オッケーナイス、あ、殴った、あ、殴った、あ、なんかしかもなんかディフェンダーいるな、ありますね、おい、てて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 て、でかっ、これ痛いな。さあ、いった、スピードすぐ落ちるんだよね、うん、私のローレ、まあ、みんなのローレ、みんなのローレ、ストライクショットよー、やっ、よし、よし、もう、よし、祭った、祭った、祭りましたか、祭ったでしょ、祭りました、ローレ祭り、行きつつもローレ、アンドゲイボルグ、アンドゲイボルグ、欲張りだ、欲張りさん、おい、スピード性、スピード性、よし、よし、バカめ、バカめ、お前の目は節穴か、ローレしたい。何としてもローレしたい。ああ絶対ローレ、必達ローレ、ローレ、よし、はい、ナイスナイスナイス、すごいローレ、あーでもこれどんぐらいダメージ出てる、当たってるね、うん、あーディフェンダーが、でも逆に、あでもそうか、あの守ってるやつにも攻撃が当たっちゃうのか、当たってるっぽいですね、そうか、うん、だからローレ内が遅くなるんですね、そうだね、そうだね、ハートそろそろ出ろや、1個出ましたね、ちっちゃいやつが、私かハート取らないよ今、オッケー、カーボン、そして祭る祭る祭る、あでも結構祭りました、死ぬなよ、耐えろ耐えろ、あぶねえあぶねえ、またローレだ、あーハート、ローレない、しゃあ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 ないですね、取りましょう、成長しなかった、成長して欲しかったら成長しなかった、しょうがない、しょうがない、耐えろ、よしよしよし、あいつ本当にハブ2個、まぬけ、まぬけ、これはさ両方取るね、取ろう、両方取るね、で、で、ローレ祭り、なんだなんだ、え、待って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 、なんだ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 、ほー、ほー、すげえ、すっげえ、ただの運ゲー、運ゲー、運ゲーじゃない、さあ、さあ、いけ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 、やろ、そこは、その場所は、お、あ、セーブ、勝った、勝った、これで負けたら面白い、敵はうがて、ゲーボール、あ、うがった、水波入りました、入りましたね、すいません、あの、クーフじゃないのが飾ってました、クーフ、あ、これ、究極、究極、ね、おい、濃厚じゃん、でもし、もしですよ、もしこれで極みだったら大変なことです、結構死ぬ、大変なことですか、あ究極だ、お待ってくれ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 、2体揃った、素材揃ったやったあら、あ、究極です、ね、あ、究極だ、究極だ、揃ったぞ、素材揃ったよあれラッキー、超ついてんじゃん、ついてる、ついてるよ、ついてるね、乗ってるねすごいじゃん、どうしたの、やった、よし、今日どうしたの、今日はいい日だ、今日はいい日だ、誰一人として足を引っ張ってないよじゃあちょっと見てみましょうか、平和だよ、平和ですね、今日は平和だよ、やっぱ平和に終わるのがいいよな、モンスト攻略、モンスト攻略、昨日なんかアップデート来てませんでしたっけ、来てた来てた、まあ、ちょっと詳細は分からないので解説しないっていうかわいそうな感じ、あ両方出てる、ゼペット、あカバレッタも後で見ましょうか、うん、ゼペット、あこの人獣ですね、あ、あれ獣の降臨ボスって初めてじゃない、であの僕がちょうどゼペットのあのなんだっけ、ピノキオだっけ、キノピオでしたっけ、あれが獣キラー EL なんですよ、まあ、ここで使えるか知らないですけど、いや物語がどうなんでしょうね、紡がれている物語が紡がれちゃうかもしれない、ピノキオとゼペットで、うん、なるほど、あでもユニバース族になっちゃった宇宙
宇宙ユニバになっちゃったユニバキラーかアンチワープのパワー型へえ。これランダか進化神か普通の進化の方です進化ワンウェイレーザーかなるほどなるほどオッケーじゃあ口から出るのかイエルですね口から出る出るんですかね上方向に上に出るのか神化の素材はですねカバレッタさんのドンキーさんで神話巨芸かなゼペットこっちアンチ重力使いやすくないですかフォーミング26発と本当だ本当だ、うん、でランダまあ、バランス型で、まあ、そこそこですね使いやすそうですねうんなるほどじゃあですねちょっとゼペット置いといて話題のカバレッタさんカバレッタさんいきます神化アンチダメージオールストライクショットが号令友情コンボ超爆発おで通常進化どうでしたっけ通常はですねあアンチダメージのロボットキラーがついてレーザープラスフォーミングですねストライクショットが私号令持ってないから号令ちょっと欲しいちょっと号令ちょっと羨ましいいいんじゃないですかあとアンチダメージオールで爆発とかもね使いやすそうですステータスも悪くないちょっと HP が低めでも1万8000はあるのかですねで攻撃は高いですねでバランスのいい感じのスピードうんこれ良さそうですね、うん、ただ勝てねえなこれあのルシファー連れてって、うん、で貫通のアンチダメージウォール連れていくと割と勝ちやすかったあマジっすかへえそっかこれはかなり作る人もいるんじゃないでしょうかゼペットさんも悪くないですようんはいあ待てよこっちは獣のままとかそういう獣のままだあ本当だ、ま、でもこいつはボスとして出てこないですからねなるほどというわけでゼペットの極みに行くはずが究極に行ってしまいましたすいませんいやでもね勝てて落ちてよかったんだってしかも2体だよそうなんですもう終わりました、うん、フィニッシュですというわけでゴールデン切ったわはいゴールデン切ったわでも多分極みやるんですよね多分ねやろうはいじゃあゼペットの究極でございました俺たちのゲーボールが強ゲーボールが強すぎて怖いわはい、ありがとうございました。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方は、ぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。ハハハハ